で、幸せな家庭を築くことができました。 Do your best! Go! Go! カナダの女性たちから熱狂的な支持を受けているカリスマフィットネスインストラクターがいます。健康的で美しい彼女、しかし日本にいた頃はものすごく自分のことが大嫌いでした。小さい時はずっと太ってて80ちょい言ってましたね。うちの旦那さんが私のもう凍り切った心をパカンと開けてくれたんです。彼女の人生を変えたのは貧しきエビの行商人。出会って1週間で結婚を決めました。もうカナダに帰らせてくれんかったら死ぬっていうぐらいの気迫で物を言っとったから、娘がもうしょうがないなと思って、こんな感じでリビングは 1,2 で下に3です。ベッドルームは6です。夫との出会いで目まぐるしく変わる彼女の人生。お、やるんだよ。さらに46歳にして新たな挑戦、ボディビルの世界大会に出場。コンテストの行方は。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。りょうこさん、カナダです。グッド。カナダでフィットネスインストラクターをしている涼子さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ7900キロ、9時間。美しい入り江に沿うように広がるポートムーディはカナダ西海岸の大都会バンクーバーの郊外に位置する小さな町。閑静な住宅街にある涼子さんの自宅を訪ねました。いいとこですね。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。りょうこさん。はい、そうです。スポーティーですね。スポーティーですよね。そうですね。これはいつものまんまです。フィットネスとかやってらっしゃる。やってます。お腹見せてもらっていいですか。お腹ですか。いきなり会うなりお腹見せてもらっていいですか。今日はこんな感じです。バキバキやないですか。なんなんですよ。実はこちらのお宅、1ヶ月前に引っ越してきたばかりの新居だそう。綺麗なお家だな。うわ、リビングは 1,2 で下に3です。ベッドルームは、1,2,3,4,5,6 です、さらにテラスは広々、バスルームにはジャグジーまで。家が大きいカナダといえどもかなりの豪邸です。いい家でしょ。14歳の姉さんが今言っちゃった。こんにちは。正しい子です。おとなしいです。すいません、恥ずかしがり屋。この豪邸に子供2人と旦那さんの家族4人で暮らしています。へー、なやみちゃん。改装の予定に今なってて、ちょっと暗いですね。ここが私たちが毎日トレーニングしてるジムで、お客さんも来るんですけど。あ、そういうことか。おいくらぐらいなんですか、この家ですか。1億なんかまあ8000ぐらいです。フィットネスってそんなに儲かるんですか。フィット、いやいやいや、フィットネスはそんな大したことないです。うちの旦那がもう成功者なんで。涼子さんは20年前カナダに渡り、現地の男性と知り合い結婚しました。パーティー、ビジー？ No, not really. No? No. Are you hungry? Yeah.You forgot your lunch today. I did. エルトンさんはリフォーム会社の共同経営者。数々の賞を獲得した敏腕のリフォームプランナーだそうです。そういうことか。I was walking by and then she was like, give me a smile. I said hi. Yeah, she said hi. Hi, come and talk to me. Yeah. So basically, she picked me.午後、涼子さんがやってきたのはプロスポーツ選手も通うスポーツジム。
フリーです、そうです。だからいろんなところに行ってレッスンをシティでやってみたり、こういうところでやってみたり、大きいジムでやったりとか。カモリー！レッスンの時間になると、涼子さん目当てにたくさんの女性たちが集まります。始まりや否や、テンションはいきなりマックス。急にこれで始まるの？早いテンポでどんどんメニューを変えていくのが涼子さんのスタイル。あっという間に1時間のレッスンが終了。いきなり始まったらトップギアですね。そうでしょ。普通の大人の方っていうのはジムに行くイコールもう無理やり行ってるんですよ。だからずっと続けて、しかも楽しくまた来たいっていうクラスを作る。そのためにはやっぱりまずは音楽で、次はインターバルっていうのはすごく大事で、しかも短いインターバルでバーンとエナジーを弾かせるようなもの。 That with Ryoka's class, I'm sweating with, and dripping sweat in 15 minutes. Every class is different. It changes, it's interesting. メニューを変えてる。 She's very caring. Like, you can tell that she's very high energy. Yeah, that too. You can tell that she has a lot of passion for what she does. 絶対に脱落者を出さない。このスタイルでカナダ最優秀トレーナーにも選ばれた涼子さん。すごい。今やカリスマ的な存在なのです。レッスンが終わると別のジムへ直行。 Hello, hello. Hello, how are you? Pretty good. Nice to see you. Nice to see you too.今度はレッスンではなく自分自身のトレーニング。イエレナさんは大会で何度も優勝経験があるボディービルダー、そして何人もの優勝者を輩出する名トレーナーでもあります。ボディービルを始めてわずか3年の涼子さんですが、去年にはカナダの地方大会で優勝するほどの上達ぶり。3日後に控えた世界アマチュアボディービル大会ビキニ部門に出場するため、4ヶ月前から厳しいトレーニングを重ねてきました。Do you think you can push this away a little bit more? So you're pushing the energy through outside. Yeah. You're slow and just contracting, right? Okay. So you're not just trying to push. Look how shaky it is.The most important thing is a balance. So they're looking at a well-balanced physique. They're looking for balance when they do bikini competitions, especially. Three, four, five, drop. Four. Pull with this hand. More. Oh? Yeah, use this hand. One of them is a little lazier. Yeah. This one is less than this. Okay, so pull with this. Okay. Okay. 女性らしい筋肉美を競うビキニ部門。左右対称で美しいラインの体を作り上げていきます。難しいな、左右対称。休みなしですよ。休みなしも普通ですよ、こんなの。いや、ずっと鍛えてるな。ずっと動いてありますね。やっとるって聞いたことあるけど、見たのは初めてよ。毎日行う厳しいトレーニング。しかしそれだけでは美しい体は作れません。これが今日の2回目のご飯です。ただもう本当に焼いただけ、塩だけです。美味しくないですよ。美味しくないですよ。食事はボイルしただけの白身魚や鶏肉など、筋肉を作る高タンパクの食品をきっちり3時間おきに1日6回。さらにお茶を6リットル飲まなければなりません。これも4ヶ月間続けてきました。そして暇さえあればトレーニング。ストイックなスケジュールの中、人気トレーナーの涼子さんのもとにはひっきりなしに生徒がやってきます。Hello, how are you?
How are you? I'm doing well. Nice to see you. Okay. So today we're going to, as usual, we're going to focus on your inner muscle, building strength from inner to out, right? Because you want to be able to stabilize yourself all day long, right? So that's why we're doing this, and it's going to make you feel better, stronger. 交通事故で背中とお尻を痛めたというこの女性、しっかり動ける体を求めて涼子さんのもとへやってきました。 Good. Keep going. 実用的な動き、動ける体、普段、まあ、ガーデニングしたりとか家事をしたり掃除したりっていうので動ける体を作るために、でこれをやるのは彼女にはとってもいいことなんです。親身に向き合う涼子さんのおかげで彼女の日常はかなり楽になったといいます。続いてやってきたのはセレブな奥様。The tights are tight. They hold it in. But if I want to be stronger, so I want more muscle. Yeah, strong is the new sexy. Yes, yes. 下半身っていうのは体の中でもいっぱい筋肉がついてる場所なんですよ。筋肉っていうのは脂肪とかよりも全然カロリーが必要なんです。だから代謝が自然と上がっていくんです。とにかくお尻、足を鍛えて代謝を上げて、もう体がこうエネルギーをどん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 使う体を作る。この日はエルトンさんのお父さんと弟家族が集まり、手作りパスタでの夕食会。カナダでは頻繁に見られる光景だそうです。涼子さんもこの時ばかりは普通の食事かと思いきや、これはズッキーニのヌードルです。これ雰囲気だけみんなでパスタに合わせてるってこと。家族との楽しいひととき。しかし時間になると一人席を立つ涼子さん。向かった先は、行ってきます。もちろんトレーニングルーム。目標に向かいストイックに、そして前向きに生きる涼子さん。日本にいた頃の話を聞いてみました。嫌でした。ものすごく自分のことが大嫌いでした。パワービズハート。できない。その涙もその汗も、頑張れ、きっとあなたの味方になるから、頑張れ。パワーウィズハート、関西電力。パワーウィズハート。給湯器を変えるとお得、エコキュートに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 変えるとお得、エコキュートでお得。電気の給湯器で光熱費がっつりお得、快特エコキュートキャンペーン中。もっとハッピーよ、関西電力。お得。選ぶならアバンスネクスト。例えば債務整理を頼んだ後の進み具合や次の返済日をいつでもスマホで即確認。借金問題過払い金請求にアバンスネクスト、アバンスです。朝おいしいコーヒーと何食べる？ベーコンエッグマックサンド。朝マックならコーヒーとサンドのコンビが250円、マフィンでも250円。世界アマチュアボディービル大会に向け日々ストイックに生きる涼子さん。日本にいた頃の話を聞いてみました。まずネクラ、ネガティブ、で自信がない、自分が嫌い、嫌でした。ものすごく自分のことが大嫌いでした。小さい時はずっと太ってて、特に大学の時はかなり太ってました。80ちょい言ってましたね。いろんなダイエットするじゃないですか。全てがうまくいかないんですよ。もっと太っちゃうんですよ。もうドツボにはまって、食べて吐くを1年ほど繰り返してしまいました。そういうなんか変なことをして痩せてしまうのも自分もすごく